146回目の日本武道館、皆さんよく来てらっしゃいの。地下鉄には寂しい顔の奴らが肩を並べて座っている。背中に暮らしを引きずりながら奴らはねぐらに帰る。ただそれだけ。でも俺は畳じゃしなれぞ。誰が想像した50周年まで矢沢やれるって。もう昔なんてね、あの矢沢さんどの辺まで走りたいと思いますかって、矢沢が30ぐらいの時、俺言ったらもう30ぐらいだから、もう30だからもう生意気でもうどうしようもねえ時代ね。もうインタビュー来たもうえらいかっこつけて、そうね、50ぐらいになって満タン入るぐらいの野外で I love you をシャッと決めれる男でいたいですって言った後に俺ってかっこいいこと言うなみたいな、自分で言って自分で酔ってる、そんな生意気だったんですよ。ジムスボンドはそう、髪の毛が剥げるまでも聞こえないぜ。そんな小声でビクビク地下鉄みたいに吠えてみろよ。あの子が待ってる。駅は素通りするのさ。まだ縛られるには早すぎるぜ。70超えて現役のロック戦が日本にいないんだったら俺やりますってかっこつけて言っちゃったのに、俺やります。もう僕はね決めたんです、僕の歌で畳じゃ死なねえぞってあったじゃない、なんかあれ歌で結構好きで歌ってたんだけど、なんかそんな感じになるかもしれない。Goodbye.